それではこれより第31回南方熊楠賞をご受賞されました山際純一先生による受賞記念講演を始めさせていただきます。山際先生は人類学の中でも主に霊長類学をご専門として研究されています。本日はゴリラと歩いて人間の本質を学ぶと題したご講演を頂戴いたします。 それでは山際先生にご登壇いただきます皆様大きな拍手でお迎えください皆さんこんにちは本日はこういった機会を与えていただきまして本当に栄誉なことだと思っております これまで3回にわたって延長が続きまして本当にこういう素晴らしい場所でお話しすることができるのかと思っておりましたが今日は本当に晴天で熊楠市長にふさわしい日だと思っております、えー、今日の私のお話は先ほどちらっと市長からあのご紹介いただきましたようにゴリラと歩いて人間の本質を探るあ学ぶかな えー、ゴリラというのはやっぱり人間のことについて語ってくれる存在なんですねで私が何で人間のことを知りたいと思ったのかそれは1970年に京都大学に入学した年、えー、が大きな契機になっています70年皆さん思い,出思い出していただきますと大阪万博があった年ですよね春から秋まで えー、日本はお祭り騒ぎでした特に京都はその影響を受けてましたよねでもその同じ年の11月に三島由紀夫が市ヶ谷の、えー、自衛隊で潔白遺殺を遂げるという事件がありました日本はねじれてるなっていう気がしましたねまだ戦争の総決算が終わっていないのにこんなお祭りやっていいのかという気持ちもあったし改めて 社会とは何か、そしてその社会を作る人間とのは一体どういう存在なのかということを考え直してみたいと思ったんですね。でその時に巡り合ったのがあの先ほどちょっと私の授賞式の演説でもお話をしました今西金次という先生です。えー、今西さんはですね1941年に「生物の世界」という本を書いてこれはまさに戦中なんですけどね 今西さんは遺書のつもりで書いたと言ってました人間以外に動物にも社会的知覚力があるんだよと人間の社会は人間だけが作ったわけじゃなくて人間がもっともっと古い時代の動物の時代から永遠と築き上げてきた努力の賜物なんだ、まあ、進化の結果なんだそういうふうにまあ言ったわけです すべての生物に,に社会はあるんだということですね。でとりわけゴリラはですね、オラウンウータン、チンパンジーと並んで、人間の仲間です。これ、皆さん、今日としては誤解されてるかもしれませんが、ゴリラやチンパンジー、オラウンウータンは猿の仲間ではないんです、人間の仲間なんです。これ、学名がホミニデイヒトカと言いましてねあの、猿とは3000万年ぐらい前に分かれています。 ですからゴリラとチンパンジーとオラウンウータンは人と同じように猿とそれだけの期間離れて進化を遂げてきた我々の仲間なんですねだから我々の人間の祖先を知ろうと思ったら彼らに学ぶのが一番近い方法だと思います今西先生は1948年ぐらいから日本猿の研究を始められて弟子の伊谷先生伊谷純一郎先生は私の師匠ですが えー、そういう方々と10年間にわたって日本猿の研究をされたでたい今西さんが思っていた猿にも社会はあるんだということを実証してじゃあもうちょっと人間に近いゴリラをやろうじゃないかというのでアフリカへ遠征を始めますそれが1958年その目的は世界中にさまざまな民族はあるけれど 家族という形態はどこでもあるんだ。だから人間の社会を作った根本というのは家族にある。そういう直感からなんですね。で、オランウータン、チンパンジー、ゴリラの中で一番家族に近い社会を作っているのはゴリラだと。じゃあゴリラをやったらいいんじゃないかというんで言ったわけです。でも当時のね、ゴリラってやっぱりとても暴力的で、 戦争好きでで残忍な性格をしてていいると考えられていたんですね欧米地にゴリラが発見されたのは1846年ですちょうど100年前ですね今西先生があの霊長連絡を始められてからそれからほとんどゴリラのイメージは変わってませんでしたこんなイメージなんですねそれが反映されて映画化さ映画,映画になったのが「キングコング」という映画です これハリウッドが作ったんですけどねゴリラとそっくりの怪物が登場しますそしてそれが人間の女性に惚れてニューヨークまで、えー、まあ連れて行かれてエンパイアステートビルにのじ登って飛行機と、えーまあ、大合戦を演じて死ぬとそういう物語なんですが実はこんな顔してるんですよね全然今のゴリラとは違いますまあまさに こう暴力のゴンゲみたいな顔をしてるし肉を食べると思われてたんですよだからあのー、欧米の動物園ではゴリラをアフリカから連れてきても肉をやってた有名な、えー、アメリカのブロンクス動物園ニューヨークにありますけどねここでは、えー、馬肉をやってたっていうのがあります上野動物園にもね1955年にゴリラが初めてやってくるんですが ここにもまだ肉食だというイメージがあったものだから馬肉のスープをやってたそうですだから全然告白されてたんですよねでもなぜゴリラは恐ろしいと思われたのでしょうかここにね秘密があるんですよゴリラは立って二足で立って胸を両手で交互に叩くドラミングという行動をしますこれが宣戦線布告 だからドローニングをしたら探検家は恐ろしく思って鉄砲で撃っちゃったわけですね。でゴリラの行動を知る前にゴリラを殺してそして、えー、標本にして欧米に送りつけたもんだからゴリラは怖い動物だという話になったわけです。でこういった誤解はたくさんあるんですよ。実は戦後すぐ の時代、私がまあ子供時代ですね、アフリカというのは暗黒大陸で、で、黒い人たちはそういう闇の魔法に包まれていて、白人を見れば襲いかかって殺すような怖い存在だと思われていました。アフリカの人は土人だと言われていて、万人だと言われていた。でもそれはね、日本がアフリカということを直接知らずに、欧米から 輸入された考えをそのまま信じてたからなんですよね。まだ覚えてますけど、私が少年時代、マウマウ団というケニアで白人を襲う暴力的な集団があると言われていたんですが、私がその後、アフリカに行って、ケニアにまず、あの、少し滞在して、聞いたら、マウマウ団は独立戦争の英雄だったんですね。だから向こう側に立って立つということを、当時の人たちはしなかった。 だから、ゴリラと同じように誤解していたんですねで。改めてゴリラを紹介しますと、これはアフリカ大陸です。この黒く塗ってあるところにゴリラが住んでいるんですが、ここは赤道直下。そこに東と西に分かれて4種類のゴリラたちが生息しています。私はこのうち、マウンテンゴリラ、東ローランドゴリラ、西ローランドゴリラという3亜種を研究してきました。これね、 標高によって分かれてるんですよ。一番高いところに住んでるのがマウンテンゴリラ。真ん中辺に東ローランドゴリラがいて、一番下の方に西ローランドゴリラがいます。植生が全然違うんですよ。これが私が最初に調査をした東ローランドゴリラのカフジ山です。大きな湿原があって、湿原の周りに深い森があるんですね。これ78年に初めて行きました。で、ここで、 もともと森林で暮らしていた主要採集民のトアという人たちと一緒にあの森を歩きましたで。彼らは国立公園を作るために森を追われて、そして農耕民の人たちと一緒に住まなくちゃならなくなっていた。でも森をよく知っていましたから私はガイドとして彼らが取って一緒に森を歩いたんですね。でその後、えー、もう少し標高の高い マウンテンゴリラの住むカフジッサンではなくてビルンガ火山群へ行きました。ここはね、標高4500メートルのカリシンビ山ってあるんですよ。上の方には駅が積もります。でもあっという間に消えちゃうんですけどね。森に入るとこういう苔むしたあの着生植物がいっぱい垂れ下がっています。そこにこういうハイラックスというね、ちょっとネズミに似たようなあの動物がいたりします。ここにマウンテンゴリラが ひっそりと暮らしているでここであのダイアン・フォッシーというアメリカ人の女性の研究者がいまして私はそのもとで指導を受けながらゴリラの観察をいたしましたこんな感じですねすごくゴリラに近寄れたんですでドラミングが昔の人たちが全く誤解していたということがこの時初めて分かりましたドラミングっていうのは宣戦布告じゃないんですよ好奇心を燃やした時 興奮したときにゴリラは夫婦を言いながら胸をたたいてみせるそれは決して相手に襲いかかろうという話じゃないんですねでも自己主張であることは確かその自己主張によって相手と関係を調節をする我々は言葉を持ってますから言葉によって離れて自分を主張できますよねでもゴリラは人間のような言葉を持っていないから好意で態度で示すわけですよこれいろんなところに現れます例えば子供たちがこうやって 胸を叩き合って遊ぶこともある一番下の写真はまだお父を吸っている1歳ぐらいの赤ちゃんゴリラです赤ちゃんゴリラが胸を叩くんですよこれは戦線服であるわけないじゃないですかで考えてみたらチンパンジーにもゴリラと同じように2足で立ってあたりを棒で叩き回ったり足を踏み鳴らしたり手であの板を叩いたりというようなあの。 ディスプレイがあります。これ起源一緒なんですね。二足で立って同じようなことをすとりわけオスがやります。オスは自己主張が大好きなんですよね。考えてみたら人間もやってるんですよ。これ何だか分かります歌舞伎の見栄ですよね。歌舞伎の見栄というのは江戸時代の前期ぐらいに日本に登場した日本の誇る文芸ですよね。 で、当時、ゴリラは日本に入ってきてなかった。でも、日本人がかっこいい男の象徴としてこういう姿を作ったのは、人間の社会のあり方がゴリラやチンパンジーとどっか似てるからですよね。だからこういう同じような姿がかっこいいと言われるようになった。しかもこれは弁慶ですけどね、これは戦線フじゃないんですよ。自己主張なんですよ。ゴリラと一緒。 だから人の男らしい構えというのは何か意味があるぞと思いましたそれは負けない論理と構えでできているわけですよそこで自己主張って難しいなと思いました主張しないと無視されるし主張しすぎると反感を変えますよねだから塩梅を取らなくちゃいけない結構それってね簡単なようで難しいんですよ 例えばね勝とうとすることを負けないということは本来違うんですでも同じように皆さん考えていませんか例えば猿と呼ばれる動物はこれ勝者を作るんですつまり勝とうとして相手と向かい合っているんですよねで勝ち負けをまずつけてしまいますでも勝つためには相手を屈服させ 押しのなないといけないとけですよねそうすると相手は恨む気持ちを抱くことがあるし恐れを抱くだから仲間は離れていく危険がありますよね事実そうなってますでもゴリラは負けるいいう態度ないんですよこれ今左下でね背中の白い大きなオスこれをシルバーバックっていうんですけどそれがこう近寄ってきてお互いに自己主張しました。 このまま放っとくと、ぶつかり合っちゃうかもしれない。でもゴリラには、負ける態度がありませんから、エスカレートしてお互いに傷つく。両方ともそれを恐れてるから、自己主張はするけど、戦いたくはない。その時に、スルスルと、両者よりも、体の小さな、ブラックバックというね、若者が入ってきて、まあまあってやるわけですよ。そうすると、ね、ぶつかりたくないから、引き分けが起こっちゃうわけです。つまり、両者がメンツを持って、 喧嘩をせずに引き分けることができるこれがゴリラの共存の方法です。で、負けないでいるってことは、実は相手と対等であることが目標なんで、仲間のメンツを失うことにならないですよね。守ることにつながります。だから逆に仲間を得られることになる。でも人間世界って、どうもその、負けまいとすることと、勝とうとすることを混同していて、 勝たないといけないような考えに今より運化されてるんじゃないかと思うんですねで実は人類はゴリラの方からやってきたんじゃないかと思うんです猿の方じゃない猿はトラブルを効率よく解消させるために勝者勝ちを作るんですよで勝者にみんなが協力するそうすると秩序は壊れることなく保たれますよね格差社会です上下社会です ででも我々人間は平等社会に住んでますよねだからみんなが対等に付き合うことが本分であって勝ち負けを作って格差を作ることでトラブルを解消しようとしたりはしないのが普通なんじゃないかそれをゴリラは気がつかせてくれました人間の脳はゴリラの3倍大きいんですよだから皆さんもご存知のように人間はゴリラよりよっぽど高い知性を持ってますねでもこの知性の 中身っってて何ななのかってことなんですね人間の脳が大きくなった理由は何だろうかおそらく皆さんは今私が喋っているように言言葉葉をを人間はは喋喋るゴリラは言葉をらないだから言葉を喋るようになったことが世界にいろんな名前をつけて物語を作りそれを仲間と共有することで記憶力を増やしてその記憶を頭の中で収めていくために脳容量を増やす必要があったんだと思われていると思います。 でも本当にそうだろうか研究者は何でも疑いますからね我々も疑ってるんですそうすると今我々が喋ってるような言葉が人類の瞬間に登場したのは7万年前だということが分かりましたチンパンジーの共通祖先から分かれてから700万年経ってるんです700万年のうちの7万年だから99%は人間は言葉,言葉なしで社会生活を送って,送っていたんですよじゃあ 脳が大きくなり始めたのはいつ頃か。200万年前です。言葉が登場するよりずっと前。じゃあ、人間、今の人間の脳と同じくらいの大きさに達したのはいつ頃だろうか。40万年前なんですよ。言葉が登場するよりずっと前。現代人が20万年前に登場してますから、現代人より前に 1400cc から 1500cc ぐらいの大きな脳がもうすでにできてるんです。言葉は喋られてなかった。 だから言葉は脳が大きくなった結果であって原因ではないということなんですねじゃあ何が一体人間の脳を大きくしたのかそれをみんな一緒でも調べました面白い仮説を出した人がいますイギリス人のルビン・ダンバーという人が X 軸横軸に脳の大きさを表す新皮質比 脳というのは新皮質と旧皮質に分かれてますね。その割合を取ってみた。これが脳の大きさを表す指標なんです。新皮質が大きければ大きいほど脳は大きいんです。縦軸にいろんなパラメータを取った。そこで平均的な群れの規模を取った。猿や類似猿たちがその仕事に暮らす集団のサイズが違いますよね。10頭とか50頭とか。その平均値を取ってみた。 その種の平均値がこうドットで表されています。ご覧のように右肩上がりです。ということは何を表しているかというと、大きな群れで暮らす種ほど、新皮質比が大きく、脳が大きいということが分かった。群れが大きくなるということは、付き合う仲間の数が増えるということですよね。それぞれの仲間の性格や 自分との関係を記憶しておく方が適宜な行動が取れますよね。だから脳は社会脳として大きくなったんだってことがこれで示唆されたわけです。でこの相関係数を使って化石しか残っていない古い時代の人間、頭骨の保存状態が良ければその頭骨に含まれているあ、収納されている脳の大きさわかりますよね。そこから逆算して その当時の集団の大きさを割り出してみた。そうすると、下に書いてある数字は何万年ってやつなんですね。350万年前、まだゴリラと同じぐらいの脳をしてました。その頃はゴリラと同じ集団サイズだから10人から20人。200万年前に脳がやっと大きくなり始めた時は、ちょっと大きくなって30人ぐらい。そして脳の大きさが増大するにつれて、集団も大きくなって50人、100人といって、 現代人の脳の大きさに達するのは。百五十人ぐらいの集団のサイズだってことが分かった。これ実は面白い数なんですよ。現代でも。食糧生産をせずに。自然の恵みだけでに頼って暮らしている人たち。狩猟採集民といいますかね。その人たちの平均的な村のサイズは。百五十人だと文化人類学者が言ってるんですよ。これ、この数で一致します。 脳のサイズと一致するんですよ。ということは、7万年前に言葉が登場したとしても、農耕牧畜が始まる1万年ぐらい前までは、人類はずっと、この脳の大きさであるときは、150人ぐらいの集団で暮らしていたということが示唆されるということですね。実はもっと面白いことがある。人類がこの進化の、それぞれの段階で持っている脳の大きさに応じた、 コミュニケーションというのがいまだに現代社会にも残ってるってことが分かった。脳が多くなる前の10人から20人、10人から15人でもいいですけどね。ゴリラと同じ集団サイズ、これは何を表しているか。スポーツの集団を表しているんですね。ラグビー15人、サッカー11人じゃないですか。で、これは練習するときは言葉を使ってプレーを解説しているかもしれないけれど、いざ試合になったら 言葉で話してる余裕なんかないですよね。態度で、手振り、身振り、声で示す。自分のやりたいことを。そうすると仲間は即座にそれを読み取ってくれて、適宜な行動をとる。それを見て自分もそれに合わせる。これがチームワークですよね。この間に言葉は介在してないんですよ。身体を共鳴させてプレーを作る。だってゴリラは人間のような言葉を話さないのに、群れがまるで 一つのの生き物よように動けるんですよねこれを共鳴集団と言いますがこの能力を人間はまだ失ってないじゃあ30人から50人人間の脳が大きくなり始めた頃の集団って現代で言えば何に当たるのか学校のクラスに当たるわけですよあるいは宗教の不教集団軍隊の正体みんなこの数ですそして会社で言えば部屋課の数ですよね これは毎日顔を合わせているから誰かがかけたらすぐわかる誰かが何,で何かやり出したらその集団が分裂をせずにまとまってついていける数なんですよだから先生が一人で学校のクラスをコントロールできるわけでしょそういうものをいまだに我々は持ってるじゃあ我々の脳の大きさに匹敵する150人って一体何なんだって言ったらこれはソーシャルキャピタル 社会関係資本と言います。何かトラブルに陥った時に相談できる相手の数の最大値。これもね、言葉でできてるんじゃないんですよ。過去に喜怒哀楽を共にした仲間の数。あるいは身体を共鳴させて信頼関係を作った仲間の数です。これは言葉を使用して作った仲間の数じゃないんですよ。だから言葉以外の 我々の五感を通じた付き合いがこういう集団サイズを作り維持してきたということが分かる言葉ってそれ以上の人たちと交流し合うためにできたんじゃないかと思えるんですねじゃあそれを実際の生活に落とし込んでみると共鳴集団って家族ですよね実際、まあ、最近まで大家族で暮らしてきたわけだし親族も合わせればまあ15人から20人ぐらいになりますよね それが10個から15個ぐらい集まって地域集団、地域コミュニティというものを作ってる。共同体を作ってる。これもね、実は言葉というものではなくて音楽的コミュニケーションによって結びついてると私は思ってます。まあ、典型的な例が祭りのお囃子ですよね。祭りの音楽が聞こえてくるとなんとなく体が動く同じようにね。あるいは食事、マナーや着物や 調度品のしつらえ方メニュー食べ方これもリズムですよね音楽的なリズムによって一つの流れを作ってる家並みや人々の物腰やマナーもそうかもしれませんよねこれは我々は言葉でいろんなインフォメーション情報というものをあの、まあ、交流させてつながってると思ってるかもしれないけどそうじゃないですよ。人間の行為に現れてる。 と思いますでその外に異文化の人としては付き合う手段があるこれが言葉なんですよだって地域共同体の中に異文化の人が入ってきたら身のこなし方っすぐ分かるじゃないですかあちょっと違うなと思うそれは我々が毎日毎日自然な音楽的な流れの中に乗って暮らしているから違和感を感じないあるいは疑いを持たない そういうつながりが維持されてるってことなんじゃないのかと思えるんですよね。でじゃあ人間が言葉を使う前にどんなコミュニケーションで人々はつながっていたのかそれをゴリラが教えてくれたんですね。これはあのゴリラの対面交渉私は覗き込み行動と言ってるんですがね相手の顔を覗き込むようなあの行為をしてます。これは左下が挨拶で右側仲直りなんですけどねいろんなところにこれが現れます。 日本猿これできません。日本猿はさっき言ったように格差社会ですから、相手の顔をじっと見つめるのは強い猿の特権で、弱い猿はそれを見返すと挑戦したと、まあ受け取られて攻撃される。だから、視線をそらします。あるいは、歯をむき出してギっッて笑ってね、で、自分はあの敵意はありませんよ。あなたが強いですよってことを表明しなくちゃなら これグリ今スってこうやって育ってます。でもね、ゴリラは違うんですよ。これね、たまたまコンゴという国でゴリラツアーをやっていて、映されたビデオもらったんですけど、今映ってる人間の方はあの、ゴリラツアーのガイドさんです。で、ゴリラは慣れてます、人間に。そのガイドさんに、若いゴリラが挨拶にやってきた。さててゴリラにとっっどうやったら 挨拶になるだろうかそういうかそいの場面なんです、ね、ゴリラはゴリラにとったら相手が自分の方をまっすぐ向いてくれないと挨拶にならないだから待ってるんですよ自分の方を向いてくれるまでもちんちんでもガイドさんはまあ意地悪なのか知らないけどゴリラの方を向きませんで困ってんですゴリラはしょうがないから半分しか向かないでしょ さて、グリルはどうする。引っ張って抜かそうとするんですよ。でも、ガイドさんはやっぱ抜きません。しょうがないなって言うんで。自分から。回り込みます。そして、顔を近づけていく。もっと近づける。 これがねゴリラの挨拶なんですよゴリラって別にね匂いを嗅ぎに来てるわけじゃないんですよ顔と顔とを合わしに来てるんですねこれいろんな場面で起こります遊びの誘い交尾の誘い仲直りいろんなこと起こるんですよねでもこれゴリラって人間に近いはずですよね猿とは違うだったら人間も同じことやってんじゃないのかなと思ったらやってました皆さんもここにいらっしゃるまでに 何人もの方とこうやって顔を向かい合わせてきたと思いますよ。でも人間ね、ゴリラとは違うところがある。それは距離を置くんですよ。なんで距離を置くのか。不思議ですよね。で、おそらく皆さんは向かい合っているときに、これは話をしてるから距離を置くんだよっておっしゃるかもしれません。しかし、再び研究者、天の邪気ですから、こう考えるわけですよ。え会話というのは、声を出して、 意味を伝え合うコミュニケーションじゃないですかだったら別に向かい合う必要ないでしょ後ろ向見てたっていいしほ他の方も見てたっていいし、まあ、実際今スマホ使ってますからすぐそこにいたってスマホで話をできるわけですよねそうやってる若い世代はいますでも何か向かい合わないと気持ちが悪いと思っている方は多いと思うんですよね何でこんな1メートルぐらいの距離を置くんだろうその理由はね目にあることを私の仲間が教えてくれました 今、左側に猿の目が並んでます、さてに。右側が類人ンの目です。左側、一番下の人間の目があって、右側、一番上の人間の目がある。さっき言ったように、類人ンは、向かい合うということでは猿とは違う。人間に近いですよね。でも、目の形は見てください。目の形は類人ンは猿の目と一緒なんです。人間の目だけが違う。何が違うか。白目があるんですよ。 この白目があるおかげで、ちょっとした目の動きで相手の気持ちを察することができる。で、そのためには1メートル離れないといけない。ゴリラのように近づいちゃうと、白目の動きを、まあ、ぼやけちゃって捉えられません。1メートルぐらい離れるのはちょうどいいんですよ。で、重要なことは、この白目の動きから相手の気持ちを察するという能力は、親から教わったことはないはずです。学校でも学んだことはないはずです。 人間は教えられなくたってそういう能力を持ってるんですね。チンパンジーやゴリラがそういう目を持ってないってことは、チンパンジーとの共通素数から分かれてから人間だけにこの目が現れたことを示している。世界中の人間がこの白目を持っているということは、人間が世界中に広がる前にこの白目が現れたことを示している。だから、新しくて古い特徴なんですよ。これは重要です。だってそうでしょ商談をするときに、 ファックスや、まあ今ファックスあんま使わないか、メールでほとんど書類上の手続きが済んでるはずですよね。でも大事な商談をまとめるときにはやっぱり相手に会いに行かなきゃいけないじゃないですか。そう皆さん思ってらっしゃると思いますよね。それはやっぱり相手の気持ちを確かめたいんです。でも会って何を話してるんですかって言ったら、いや、世間話をして帰ってきたんでって言うんですよ、みんなね。何を証拠に相手に、相手を信用したのかわかりません。でも我々は 思ってるんですよ相手に会ってその目の動きを通して相手の気持ちを知ることが大事なんだ未だに変わってないんですそれはで目の動きから相手の気持ちを知るということは共感っていうことですよねだから人間はゴリラよりも高い共感力を持ってるわけですじゃあ何でそんな高い共感力を育てる必要があったのかって話じゃないですかそれは結論から先に申し上げると 共同の食事、そして共同の子育てによって高められたんだろうと思っています。まずね、日本猿は食物を分配しないんですよ。ね。強い猿がやってくれば弱い猿は自分が食べてた食物から手を離して、はい、どうぞってやります。これが日本猿社会のルールです。右下。日本猿は自分と相手のどち,どちらが強いか弱いかを よくわきまえて行動します。でも、他の猿同士のどれが強いか弱いかもよくわきまえてるんですよ。右下の漫画では、一番真ん中にいる猿が弱い猿なんですね。餌を食べようとしたら目の前に自分より強い猿がやってきたから、餌に手が出せない。でも、ふと右手を見ると、目の前の猿よりも強い猿がやってくる。じゃあ、こいつを利用してやろうっていうんで、助けを求めます。そうすると一番、右側の一番強い猿は、 目の前で自分より弱い猿が強い態度を示しているのを見逃すと自分の社会的地位が脅かされる。だからそいつを追っかけます。そうすると真ん中の猿が結果的に餌を食べられる状況になる。どうです皆さん。これを猿知恵と言うんですよ。私もこれと同じことをするっていう人手を挙げてください。えいるんじゃないですかだって日本語に 虎の意を狩る狐という言葉があるじゃないですか。これ同じことやってるわけですよ。でもね、人間はね、自分がこれやるとちょっと後ろめたい気になるんですよ。あるいは人がやってるのを見るとずるいなと思うんですよ。それは人間は猿と違うからです。人間はこっちなんです。類人はこういうことしません。類人は逆なんです。弱い立場の者が強い仲間が持っている餌にやってきて分配を要求します。 左側チンパンジー右下ゴリラですかね両方とも餌を持ってるのは強いオスですそこにメスや子供たちがやってきて分配要求しますそうするとしぶしぶながらだけどオスは食物を分けてやりますこれが起こるんですよだから猿とは全く逆の現象ですよね猿は強い方がやってきて分取るチンパンジーやゴリラは弱い方がやってきて強いものが持っている 餌をの分配を要求するでもね類似ンにはね限界があるんですよ餌のある場所でしか分配はししませんしかも分配を要求されなければ決して分けません人間はねすすっごい気もい,いんですよだって自分で一人で食物を探している段階から仲間の食欲が頭に入っていて自分が必要以上のものを持って帰るじゃないですか運ぶんですよ食物を。 そしてわざわざ食べなさいよって言って分けるんです一緒に食べますこんなバカなことをするのは霊長よに人間はいないですよ猿から見たら何とは同じと思いますよねでもこれは人間の社会では食物がお互いの絆を調整するということが分かっているから食物を社会的な道具にしたわけですでもこれが起こってから人間には新たな社会性が芽生えた さっきも言ったように食物を探す段階で仲間が期待してくれてるということを念頭に置くわけです。待ってる仲間はきっと遠くに出かけていって自分が好きなものを持ってきて帰ってくれるに違いない。期待するわけですよね。そういう見えないものを欲望するという気持ちが芽生えた。そして食物がそれがなっている場所ではないところで分配をされる。ということはそれまでは 猿や類人は自分の五感を使って食物の安全性を確かめて食べていた。でも、これが起こってから仲間を信頼して食べるということが起こったわけですね。食物というのは仲間の信頼関係を確かめる行為でもあるんですね。もう一つ、共同の子育て。これはゴリラの子供と人間の子供の成長の仕方を比べてみると非常によく分かる。ゴリラって大人になるとオスは2 0 0ムメスは1 0 0ラムを超えるんですよ。すごく大きい。 でも生まれた時は1 6キログラムしかないすごいちっこいんですよで3年間から4年間ぐらいはお母さんのおっぱいを吸って赤ちゃんを育ちますお母さんは1年間片時も腕から赤ん坊を離しませんだから赤ちゃんは泣かないおとなしいんですよだって泣く必要はないんですよねちょっと動けばもう不具合にすぐお母さん気づいてくれるからでもね人間の赤ちゃん大きいんですよ3キロ超えることがありますでしょよく。 しかも、よく泣き、よく笑います。大きな体で生まれてくるということは、成長して生まれるのかと思ったら、逆で、自力でお母さんに捕まらないぐらい費用だし、成長も遅いんですよ。でも、乳離れだけは早いんです。1歳ぐらいで乳離れしちゃうわけでしょなんでって思いませんかこれ、ゴリラだけじゃないんですよ。オランウータン、チンパンジー、みんなそうです上で。上に書いてある数字は年齢です。色分けしてあるのは、一生のうちに減る成長段階。 乳児期はおっぱい吸ってる時期ね。少年期は離乳して大人と同じものを食べてる時期。赤色の青年期は繁殖してる時期で、重い色の老年期は繁殖から引退した時期です。これみんなあるんですが、長さが違う。類人猿は離乳した時、お乳を吸ってる時間が長いけれども、離乳した時にもうすでに永久歯生えてます。だから、すぐに大人と同じ硬いものが食べられるわけですよ。でも人間の子供って、 6歳まで乳歯でしょってことは実は6歳までお乳を捨ててもいいんですところが1歳ぐらいで離乳しちゃうってことはおっぱいは飲まないわけだから飲まないわけだから離乳食代わりになる離乳食を運んできてやらなくちゃいけないでもまだ永久酒じゃないから大人と同じ硬いもの食べられません特別なものを運んできてやらなくちゃいけないこれコストがかかったはずですよね なんでそんなコストを払ったまで離乳を前倒しにしちゃったのか、変ですよね。そして繁殖能力がついているのに繁殖をしない青年期と呼ばれるミドルの時期が人間だけにある。桃色の老年期が長い。これが人間の特徴です。なぜこんなものができたのか。なぜ離乳期が早いかというと、それは未だに類人猿が住み続けている熱帯雨林を 人間の祖先だけが離れたってことになるんですね熱帯雨林って食物が豊富なだけじゃないんです高い木があってみんな木登り上手だから地上性の大型肉食樹に襲われたら火の裏逃げられるわけですよでも森林を離れて草原に出ちゃったらそういう場所はないわけじゃないですから安全な場所は限られているだから初期の人類は熱帯雨林を離れたときに肉食獣から襲われて死亡率が上がったと思うんですね特に乳児、幼児は 襲われやすい死亡率が高まったじゃあどうしたらいいかたくさん子供を育んなきちゃいけないわけですよねそうしないと生き延びられない実際餌食になる動物は多産です子供はがたくさんいるその方法は2つあるんですイノシシみたいに一様にたくさんの子供を産むかあるいは日本ンジカのように毎年子供を産むかなんですよ猿や類似が一産一種ですから鹿と一緒だから 人間の祖先がやったことは毎年子供を産めるようにすることなんですどうしたらいいか赤ちゃんをおっぱいから引き離せばそれができるおっぱいやってるとプロダクチンというホルモンが出てそれが母乳の酸性を促すんですね同時に排卵を抑制しますおっぱいやってる時は妊娠できないでも赤ちゃんがおっぱい吸わなくなるとお乳が自然に止まってプロダクチンも止まって排卵が回復しますだから 子供を産める状態になる。そういうことを人類の父さんはやったに違いないんですね。でも、大事なことがある。鹿は、子供はすぐに走れますよ。でも、人間の赤ちゃんって、ハイハイですらできないでしょだから、鹿のように、成長の早い子供をたくさん毎年産むということは、しなかった。成長は逆に、類人炎よりも遅らしたわけですよ。 なぜそんなこことが起こったのかそれはね重たい赤ちゃんということと関係あるんですよ直立人相高校は700万年前に始まりましたでも大きな頭の子供を産み始めるのは200万年前ですよねでもその時に500万年もの直立人相高校をして骨盤の形が変わっちゃった,ったんですよお皿状になってその真ん中にある参道の大きさをそれ以上広げることができなかっただから ゴリラの赤ちゃんよりちょっと大きめの頭の子供を産むことはでき,なできたんだけど、それ以上、脳の成長を胎児の間にやって、大きな頭の子供を産むことはできなかった。だから、あまりゴリラの子供と変わらない大きさの頭の赤ちゃんを産んで、生後、急速に脳を成長させるという戦略に出たんですよ。人間の赤ちゃんの脳って、 生後1年間の2倍になりますゴリラの赤ちゃんの脳は4年間で2倍になるんです。それで大人のオフセに達する。人間の赤ちゃんは12歳から16歳ぐらいまで成長し続けます。そうしないと3倍の脳が達成できないんですよ。脳はそんなに簡単に成長できません。時間がかかるんです。でも1年間の2倍ですよ。そのために多大なエネルギーが必要になる。それを分厚い脂肪に包まれて生まれてくることによって呼吸してるんです。脳も脂肪ですからね。 で、それだけじゃ足りなくて、本来なら身体の成長に回すエネルギーを脳の成長に振り分けた。だから身体の成長が遅れた。これが人間の子供の成長が遅れる理由なんです。脳の成長を優先させた。ってことなんですね。で、その結果何が起こったか。思春期スパートという現象が起こりました。これ X 軸横軸に年齢、縦軸 Y 軸には1年間に伸びる身長の割合、つまり成長速度が刻まれています。 緑色の点線が女の子で赤色の実線が男の子です。左側、生まれるときは身体の成長速度が速いんですね。だから上の方にあります。でも脳にどんどんエネルギー取られるから身体の成長速度は遅れるから加工します。5歳ぐらいで緩やかになって12歳から16歳で脳の成長が遅くすると今度はエネルギーを身体の成長に振る分けることができるようになって脳の成長がアップする。これが春季スパートって言うんですよ。 女の子の方が男の子で2年早くて男の子のピークが高いこういう特徴を持ってるんですね。で実は新規スパートっていうのは脳の成長に身体が追いつく時期であり同時に第二次成長繁殖力が急速に身につく時期でもあります。でもその時期は人間にとっては複雑な社会で生きてるわけだから社会的な能力を同時に身につけなくちゃいけない時期にあたるわけですね。 この時期は大変なんですよ。これがそれを表しています。これ、X 軸に年齢ですね、横軸、縦軸には今度は死亡率とってあります。天性が男の子で実性が女の子。生まれた時は死亡率高いんですよ。でも、親の目が行き届くから死亡率は下降します。でも、10歳を超えて親の目が行き届かなくなると、どんどん今度は死亡率が上がり始める。 そして先ほどの新規スパートを超えた直後ぐらいに男の子も女の子も死亡率がクンとアップする時期がある。これは何を表しているか。新規スパートというのは心身のバランスが崩れますよね。で、精神的に病んだり、病気になったり、事故に遭ったり、そして大人とのトラブルに巻き込まれたりして、これは男の子の方が多いから、転線の男の子のピークが顕著だで。これはたまたま2001年の日本の厚生労働省のデータですが、 時代を変えてもこのピークの位置は変わらないし国を変えてもこのピークの位置はほぼ一緒だという結果が出ています。だからこれは文化や時代を表すグラフではなくて人間の生物学的な成長を表すグラフだってことですよね。結果として離乳の時期と思春期の時期に人間の子供は非常に弱い時期危険な時期を迎える。これを親だけでは支えきれなくなって みんなが共同で保育をする必要が出てきたということなんですね。人間の赤ちゃんはなんであんなに大きな声で泣くのか。これは自己主張です。赤ちゃんは重たい。でも自力でお母さんに捕まれない。だからお母さんは赤ちゃんを抱き続けることができなくて誰かに預けるか話しちゃうわけですね。どっかに置く。そうすると赤ちゃんはお母さんが離れるから泣くんですよで。その自己主張を聞いて他の人たちがこぞって赤ちゃんは ケア,シアとして働きかけるだから人間の赤ちゃんがあんだけ大きな声で泣くというのはアピールですよね共同保育をしてもらうように生まれついてくるんです人間の赤ちゃんはそして我々は習わなくても共同保育をするような能力を持っているそれを表してみると700万年前に二足歩行を始めてしばらくして触らない進出して 肉食事に襲われて、たくさん子供を作らなくならなくなって、200万年前に脳が多くなり始めて、重たい頭でっかちの赤ちゃんをたくさん作って、親だけでは育てられなくなって、家族と複数の家族を含む共同体という二重構造の社会ができた。これは子育てによって生まれた集団なんです。結果こういうものができた。これはね、 新しい人間性を生み出したと思っています。動物って自分の利益を高めるから群れに所属しているわけですよね。自分の利益がどんどん落ち込んでいったら群れを離れるのは普通ですよ。ところが人間だけは自分の利益が落ちても集団のために尽くそうとするんですよ。これが人間の変な社会性です。だから人間は一旦集団を離れても生まれ育った集団に一生アイデンティティを持つんです。 集団を渡り歩くことができるそれは集団のために尽くすということをするからです人間は赤ちゃんと離れて育児をするそのために言語以前の新しいコミュニケーション能力が育ちましたそれが音楽です人間は抱き続けることができないので離れて育児をするそのために音楽的な声を赤ちゃんに対してやる 投げかけるわけですね。言葉であってもそれは音楽的な抑揚を含んでいます。これをインファントダイレクタテッスピーチって言うんですけども、それは、どんな文化でもどんな国でも共通なピッチが高く変化の幅が広く母音が長めに発音されて繰り返しが多いという特徴を持っています。赤ちゃんは絶対音感の能力を持って生まれてきて、どんな言葉で語りかけてもそのトーンやピッチを聞いているから、 それを、に反応してくれます。言葉を喋るようになると、その絶対音,音感能力が消えて、相対音感になるんですよね。で、その歌が、その音楽的なコミュニケーションが大人の間に普及して、あたかもお母さんと赤ちゃんの間に生じるような効果が生まれた。それは、壁を取り除いて一体化するという能力です。大人の間では、一人では乗り越えられない、 深空をみんなで一緒に乗り越えましょうっていう一体感が生まれたこれが人間の社会を強くしたに違いないんですねその上で言葉が現れました7万年前にこれは絶大な効果をもたたましたよね何が一番大きかったか言葉って重さがないんですよどこにだって持ち運びができるだから遠くにあって自分の目では確かめられないものを 仲間が見たくれることによって自分のものにすることができるし過去にすでに起こっていて自分が体験できなかったことを仲間の体験によって自分のものにすることができるこれが可能になったんですそれから違うものを一緒にし同じものを分けるっていう能力を言葉は持ってるだから世界を分けたんですそしてそ,それを合わせてストーリーにして仲間と共有することができるようになったそして物語は決して現実のものだけではありません架空のものを 作り上げるることさえできるその上で今通信革命が加速してます言葉は7万年前文字は5000年前電話は150年前40年前にインターネットが登場したこれね人間の体も心もこの技術の進歩についていってないんですよだから変なトラブルがいっぱい起こってるわけですよそのの大きなものは さっきも言った人間の脳って心室と救筆に分かれてるんだけど、意識と知能の部分というのは、脳の中では分かちがとく結びついて人間の判断力をもたらしてくれてます。でも今、知識の部分、知能の部分というのは、情報化されて人工知能によって期待値を弾き出される時代になりましたよね。便利になりました。だから人間の脳は多くなってないんですよ。大体言葉ができた時点から、 脳の知識を外出しにする技術を持ったわけでしょデータベース化しちゃったんですよだから脳が多くなる必要はなかったでも脳の中にある感情の部分意識の部分というのは情報になりませんだから外出しにならない情報にならない使われないんですよだからだんだん情緒的社会性が希薄になりつつあるんだろうと思っています今 私たちは考え直さなくちゃいけないのは人間以外の命も含めた命と命のつながりですその上に新たな人,人間の暮らしを構築しなくちゃいけないですよねでも今言ったように外出しにされたデータベースがいろんなことを働きかけてくれるような時代になっちゃいましたそうするとね我々人間はフィクションに片足突っ込んで生きるようになっちゃってるんですよ例を出しましょう 皆さん、車を運転しますよね。今、道路地図使ってる人いますかほとんどいないと思います。ナビを出せば、ね、目的地を入れれば、地図を出してくれて、矢印を出して、ナビが語りかけてくれますよね。はい、200メートル先を右へ曲がりなさい。その通りにするら目的地に着きますよ。でも、どうです突然ナビが動かなくなったら、自分がどこにいるかわからなくなっちゃいますよ。道路地図を使っている時代は、周りの景色と地図を、 比較ししなががら自分がどこにいるかを確認してただから突然掘り出されても分かるんですよ。あこの橋はこれだよな。あの山はこれだよな。だから自分はここにいるんだって分かるんですよ。今は分かりません。それはナビというフィクションの世界にもう半身入っちゃってるからなんですよね。ナビだけじゃありません。いろんなことがそういうふうになりつつあります。IT 時代の若者たち。 これ以前私スマホを捨てたい子供たちっていう本を書いたことあるんですが今 Z 世代ですよね生まれた時にもうスマホがあるで我々の学生時代は知識というものは人からあるいは本から与えられるものだと思ってましたもちろんメディアってありましたけどねでも今はそう思ってません若い世代は全部スマホやインターネットの中にあるだから自分で検索できる 人と会う必要はない、本を読む必要はない、仲間と常時つながっていられます、どこに至って、スマホがあればつながっていられます、そうすると逆に自分一人で何かを決定するということができなくなってるんじゃないか、そういう懸念に駆られるんですね。仲間とととと交流しなないいいうここはは共感力を使ってないっててですよね私はだから学びに 重要な時期というのは3つあると思っていて今日お話したのはそのうちの2つです。離乳期と思春期スパートとでそれぞれにその自分が生きている社会の中で自分がどう取り扱われているのか自分がどうしたら他者の信用を得ることができるのかということを学ぶ時期ですそういうものが終わって今度は実際に社会に出ていくための 学びをしていただくために大学として若者を受け入れるそういうふうになってるんだと思うんですねでもだんだんよくわからなくなってきました世の中というのはよく言いますよね政府も自治体も会社も学校も安心安全な環境を作りましょう確かに換気技術で安全というのは高まるかもしれないしかし安心はねさっき言ったソーシャルキャピタル 社会関係商法がもたらしてくれるものなんですよ人間がもたらしてくれますどんなに安全な環境であっても人に裏切られたら途端に危険な環境になっちゃうんですよだってね昔和歌山ではカレー事件がありましたよねあるいは東京ではしょっちゅう白昼の通り魔が起こったことがある誰かが後ろから刺すかもしれないあるいは誰かが食物に毒を入れるかもしれないと思ったら安心して暮らしを営むことができなくなっちゃいますよね 我々が安心して暮らしを営むことができるのはそういうことは仲間はしない人はそういうことはしないということを信じてるからなんですでもだんだんと人がコミュニティから切り離されてバラバラになって制度と向かい合わないと暮らしていけなくなってるわけです保険制度がそのいい例ですよね身体のつながりではなくて情報でつながるようになっている これはちょっとまずいんじゃないかと思うんですね。SDGs という目標があります。今、世界中で17の目標を掲げ、169のターゲットを数値化して、それを達成しようとしている。これは素晴らしいことだと思います。だけど、生きる上で不可欠なのに、この SDGs、サステイナブル・デベロップメント・ゴールズ、持続的な開発目標の中に、 書き込まれてないものがあるんですよ。ご存知ですかそれは。文化です。文化というのは数値化できないんですよ。文化の生産物がいっぱいあります。皆さんが座ってる椅子はそうだし、このマイクもそうだし、机もそうです。みんなそうです。これ生産物です。だけど、文化の本質というのは人間の体の中にあるんですね。それが行為となって現れるから生産物ができるわけでしょ。でもその文化の本質というのは 身体から取り出すことはできません人間の五感の中に反映されているものなんですねでもそれは衣食住の中に反映されるから我々は文化を満喫できるでもそれは音楽的なリズムになって身体の中に生まれ込んでいるんだと私は思いますそして文化は生まれ育った地域に根ざしていますだからなかなかそれは世界中に広がっていかない 文化の伝統と自然の多様性の中にそれはしっかりと結びついているからですでもその中にグローバルに共有できるものがあるはずですよねそれを調べているのは今私が所長を務めさせていただいている総合地球環境の研究所というところですこれはあの初代の所長実は熊口賞も受賞されている日高敏孝先生が21年前に 作られた研究所でその時平川先生は地球環境問題の根幹は人間の文化の問題であるとおっしゃられたそれをずっと我々はやってます文化の多様性に関する世界の宣言というのは実はこの地球圏ができた年にユネスコのパリ総会で締結されましたすごく大事なこと書いてあるんですよ生物的多様性が自然にとって必要であるのと同様に 文化的多様性は交流革新創造の源として人類に必要なものである。自然の多様性と文化の多様性って重要だと書いてあるわけですよね。そして2条を飛ばしますが第7条に「創造は文化的伝統の上に成し遂げられるものであるが同時に他の複数の文化との接触により開花するものである」と書いてある。文化は閉じこもってはいけない。 他の文化と接触することによって新たな創造性が作られるんだ文化は接触して働き合わないといけないんですねこれが文化の多様性に関する世界宣言ですこれを地球圏は実現しようとしてきたと言っても過言ではない今文化の問題とは何なのかと言ったら自然の多様性ってミスマッチを起こしてるんですよ世界中の都市は金太郎の雨みたいにみんな同じような景観を持つようになっています 自然の多様性とうまく合っていない文化が世界の都市文化としてどん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 蔓延しようとしている。で自然というのはすごく重要であり自然の関係と循環を断ち切ることの器具というものは実は熊楠先生によって宣言された時代がありましたそれは先ほど私がビデオの中で述べました神社合祀の問題です。 日本にはたくさんの神社がそれぞれの自然と結びついてあったわけです。それをまとめて一つにしてしまうということが明治時代に政府から提案され、それが実行されました。熊口先生は反対されたんですね。日本の神社というのは生物多様性の宝庫であると同時に,に人間の魂の源泉でもある。だからそれを一つにまとめてしまうことは その多様性と魂というもののありかというものを失ってしまうことになるそうおっしゃられましたそれは真実だったと思います私もアフリカや日本でゴリラやニホンザルにまつわる自然の保護というまあ事業に携わってきて非常に強くそれを感じました私たちの社会って改めて考えてみると三つの自由によって作られてるんですね それは移動する自由集まる自由対話する自由この3つですこの3つとも人間はゴリラと比べるとはるかに大きな自由を持っているゴリラは年間動き回る範囲が数平方キロメートルか数十平方キロメートルぐらいしかないんですねそれをぐるぐる回ってるだけです人間はどこでも行けるわけでしょそして集まる自由がある日々さまざまな集団を遍歴して我々は暮らしているわけじゃないですか 年間を通じればいろんな集団に我々を訪問して旧友たちと会い新しい仲間を作りやってるわけでしょこんなことはこれらにできません一旦自分の集団を離れてしまえば数日例えば元の集団にすら戻れなくなってしまいますそれほど集団は閉鎖的なんですね一方我々は言葉でしゃべることができる遠くの仲間とも全く顔を知らない仲間とも言葉を使って今や SNS で更新することができる これはすすごい自由ですよこれを我々は社会の大きな道具として使って複雑で大規模な社会をつくってきたわけですね。ところがこの2年余りコロナによって制限を受けました自由な移動対面での会話食事での団らん共同保育対面授業とりわけこれまで余暇を使ってやってきたと 見なしてきたスポーツや芸術活動が途絶えようとし、ていますでもこれは我々の精神の自由にとって非常に重要なものです。身体を共鳴させるスポーツ、これによって我々はつながりを新たにできる、そして頭の体操としての芸術活動、想像力を大きく花開かせることができる、そういうものを失ってしまうことは、人間としての自由を失ってしまうことになると思います。一方で 気がついいたことも多いはずですよね今まで対価を払ってこなかった介護や子育てや家事といったものに目を開くようになったこれは人間が生きる上でとても必要なことだということも分かってきたしエッセンシャルワーカーの貢献度そしてサービス産業の価値今まで家庭と職場を往復して働いてきた人たちがオンラインでもどこに行っても 仕事ができるっていうことも分かってきたしお金の回り方もこれまでとは違うようになりましたし都市と地方の価値も逆転したかもしれませんよね安全面という点では改めて人間にとっての豊かさとは何かということを考え直さなければならなくなったんじゃないでしょうかコロナ後の社会に必要なことは何かまあまだ我々はコロナの中にいます コロナ後ということを考えるのは早いかもしれない。しかし、もうそれをデザインしておかなければならない時代の変換期にいるだろうと思います。感染予防を意識した生活、当然のことです。でも、巣ごもりをしながら我々が考えたのは、動けなければ、新たな出会いをしなければ、我々人間としての生きる意欲湧いてこないですよね。 家族は開かなくちゃいけません。ゴリラの集団というのは、まあ人間の家族に似てますよね。身体の違う、あるいは生理状態の違う者同士が15頭ぐらいの集団を作ってますよね。あれがずっとまとまっていられるのはなぜか、それは毎日毎日動いてるからです。人間は定住して生きるようになった。だから巣ごもり生活をしたときは、体の大きさや 能力が違う老若男女が一緒になって同じ時間を過ごすということで息が詰まったわけです。そんなことできるわけじゃない。だから、それぞれ身体感覚の似たような人たちの仲間に入って、そこで触れ合いながら、そしてまた家族の元に戻ってくるという生活をしなければ、やっぱり息が詰まるわけですよ。毎日毎日家族,家族単位で動けないですからね。ワーケーションは今流行っているのは、 加速単位で動けるからですよ。そういうことをもう一度思い直さなくちゃならないと思います。そして、先ほど私がお示ししたように、人間が進化のプロセスの中で獲得してきた集団規模とコミュニケーションのやり方というのは、いまだに社会の中にちゃんと存在しています。それをちゃんとわきまえて、駆使しなければならない。そのためには、五感を通じた交流、 視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、触覚というものを使いながら身体の共鳴を呼び起こすようなコミュニケーションと、そして我々が現在手にしている通信情報機器、それを賢く使った人間関係のつながり方というものを考えなくちゃいけないだろうと思っています。で、最後に申し上げたいのは、我々は日本列島という 非常にに多様な自然を誇りにしています。地域地域で自然が違うわけですよその中で何千年と育まれてきた文化がある文化と自然というのはマッチしてないといけないわけですよねでそのマッチということを見失ってはいけない風土に合った生活のデザインをこれから個々人が作り上げていかなければならない時代ではないかと思いますまあ言うならば 多様な個性が出会うことによって新しい気づきを得られる社会を作るということですね ICT 情報通信機器 AI というのは人間を物を工業化することに長けてますしかし個性を尊重することには増えてです人間の社会というのはこれはゴリラの社会もそうなんですけどねそれぞれの人間が違うことによって成り立ってるんですよだって 同じような人間が出会ったって新たな気づきは得られませんでしょ違う人間が出会うから新たな気づきが得られそしてどちらにもないものを出会うことによって想像することができるわけですよね個性は違わなくちゃいけないでもそれを今の情報通信機器は同じに考え一つにまとめ効率化しようとしてそれで生産力は上がるかもしれないけど想像性は生まれません どっっかで行き詰ままりになってしまうもはやもう行き詰まりに達しているかもしれないのが現実だと思いますあの最近私どもが25人集まって書いた「レジリエンス人類史」って本があるんですけどね最後にちょっと宣伝させてくださいこれは人類の歴史を進化の歴史まで遡って人間とは何かを考えそして今先ほど申し上げたように 雪積み積まりに達してしまった人類の文明というものをもう一度いろんな角度から眺め直して未来の解決策を探ろうじゃないかとそういうまあ試みのもとに書かれた本ですあの大した高くないんで参戦しませんからぜひお手に取って読んでいただければ幸いでございますどうも本日は長時間あの お聞きいただいてありがとうございました。これで私のお話を。